全然袴は履き慣れてないようでございます。あーやべー様、準備万端ですのでね、ここいらで大きな声でね、セリフが欲しいんですけれども、お扇子に書いてある一番大きな声でどうぞ。頑張るぞ。おお、頑張ります。Mm-hmm.
道具でございますからね。はい、じゃあ上様、ちょっと場所を移動しますんで、立っていただきますね。はい、よいしょ。はい、じゃあこちらでございます。はい、この辺りドカッとあぐらでお座りください。よいしょ。はい、ありがとうございます。さあ、ではまず説明させていただきますと、こちらの扇、超枕、この3点を使って超を倒した後の形を競うというね、お遊びなんでございます。この形で点数が違うんですけど、形がですね、あのこんな形、こんな形、こんな形とかね、あの50通り以上あって、ちょっと今日日が暮れちまいますんで、今日はですね、簡単にいきます。ほっ、これだけで大丈夫っていうね、簡単にさせていただきました。上様、これなら大丈夫そうです。バッチリでございますね。こちらの方を向いていただきましてですね、よいしょ、不思議でございます。気持ち悪い。すみません、上様に向かって、動きがちょっと虫みたいでした。はい、ではですね、ごめんなさいね。はい、で、上様、準備がございますね。足ちょっとね、移動しますね。はい、はい、ここでございます。はい、これは意地悪とかではございませんからね、本来の距離でございます。で、本当はですね、反対側にもう一人いて、5回勝負でございます。で、倒れた点数で競うというお遊びなんでございますけれども、相手いませんので、上様お一人なんでね、上様には3回投げていただき、こちら1回でも倒していただこう。まあ、そういうことでございます。これ倒さなかったら、こちら側の空気大変なことになりますんで、上様、頑張っていきますよ。よし、はい、頑張りましょう。はい、上様にはですね、投げていただくんですけど、投げ方を説明しますと、この扇を開いたここ、要と言います。ここをですね、2本の指でキュッと握りますね。このように構えます。はい、大丈夫ですか？よいしょ。ああ、いい感じですね。はい、要のね、こっちの部分をしっかり親指で押さえてください。はい、でですね、この親指を下から前に突き出せば飛びます。ふぅ！はい、こんな感じで飛んできます。皆様、ここだって余裕ですよね。はい、では頑張っていただきましょう。皆さん、応援をよろしくお願いいたします。皆さん、どうぞ。あら、第1投目どうぞ。皆様、気合とは裏からでございます。はい、半分でございますね。大丈夫、まっすぐ飛んだ、素晴らしい。はい、そこは褒めましょう。あと2倍飛ばさないと届きませんので、頑張ってまいりますよ。はい、では参りましょう。上様の第2投目でございます。集中、どうぞ。それ、おっ、おー、上様、15センチぐらい伸びた。お見事。みんな、OK。
気持ちっていかがでございます？余は満足じゃ。おお、やった。ありがとうございます。さ、今の教えてないですからね。さ、では上様、縁も立ちなではございますが、そろそろお時間のようなんで、こちらの宴締めさせていただきたいと思います。一発さん、何も分からないですか？せっかくお会いですのに。まあそうは言うけど、二人さん、私もね、同じ気持ちでございますよ。皆さんとね、楽しくね、あの当選挙をやって遊びたい、一晩中過ごしたいって思ってるんですけれども、まあそれはちょっと許されない世の中になっちまったんですよね。はよー、心残りではありますが、致し方なきことにやりす。上様、次の再会の折にも、この江戸の花、この高尾が一期一会の心にてお待ち申し上げてござりんす。あ、そうだ、クイ様、太夫と指切り玄満してくだしやすか？指切り玄満、これもみち、そのようなことをお上様に。そうそう、カメラちゃん、指切り玄満って、あのこれここですよ、今あのこれ染色、これが今ね、一番やっていけないね、本日ご来場の皆々、浜方のご健康とご